お世話になっております。日本の人口増加を目指す男、藤江です。元国会議員秘書、PCR 陽性経験者、そしてあれは未接種の藤江でございます。今回は活動報告になります。昨日ですね、徳島県に行ってまいりました。日帰りで行ってきました、千葉県から。で、ありがたいことにですね、徳島県のママエンジェルスアワーという団体、チームからリクエストをいただきまして、徳島県美馬市で、講演会をしてきました。今日はその内容や、感想などをシェアしたいと思います。その前にまずですね、ニコニコ動画でご視聴の方は、そのまま最後まで、ご視聴いただけます。で、YouTube でご覧の方はですね、もう8割、9割ぐらいはほとんどご覧いただけますけれども、この動画最後におまけ的にですね、ニコニコ動画版では、僕のその講演の一部を公開しております。ニコニコ動画版だけ僕の講演の一部を紹介するシーンが入っています。で、YouTube でご覧の方は、その僕の講演のシーンは見られません。理由はね、僕の講演がね、ちょっとね、あれだからでございます。いつもの通りでございます。なので、ニコニコ動画でご視聴の方はそのままですけれども、YouTube でご覧の方はね、YouTube でもほぼほぼ話としては完結するんですが、僕の講演シーンも見てみたいよという方は、動画説明欄にあるニコニコ動画のリンクをクリックしていただければと思います。で、行ってきた感想なんですが、もうめちゃくちゃ良かったです。もういろいろ良かったんですけど、まずママエンジェルスアワーの皆さんがイベントの告知をね、もう頑張ってくださって、もう知り合いに呼びかけたりポスティングしたり、ね、地元紙にね、イベント欄にね、掲載してもらったりとか、もう頑張ってくださったので、もう幅広い年代、そしてね、もういろんな考えの方が集まっていました。こういうイベントを企画する時ってありがちなのがですね、もう接種していない人、ね、もうあれのリスクも、もうよくわかってますよという人だけが集まってね、うん、やっぱそうだよねと、ね、もうあれはあれだよねというような、確認作業みたいになってしまうパターンがね、多いと思います。まあこれが悪いというわけではありませんけどもね、僕もこういうイベントも企画しますので、悪いわけではないんですが、この情報の広がりっていう点でね、そういう見方で見たときに、もう知らない人に気づいてもらうっていうね、このことができないわけですよ。確認作業になっちゃうと。もうところが今回は、年齢層で言うと、もう小さいお子さんを連れたご夫婦から、高齢者の方まで、もう幅広く、そして、もう3回接種したという方もね、いらっしゃいましたし、これから3回目をですね、もう当然のように接種するつもりだという方もいらっしゃいました。もうもちろんね、もちろんというか、絶対接種してはいけないからね、っていう考えの方ね。で、知り合いとか親戚にね、みんな、ね、ちょっとよく考えてよと、リスクあるかもよということをね、呼びかけていますという方まで、もういろんな年代、いろんな考えの方がいらっしゃっていました。これは本当にママエンジェルスアワーのね、告知活動がね、の頑張りの成果だと思っております。で、僕が話した内容は、あくまでも厚生労働省の発表をもとにですね、接種をね、するかどうかの判断基準として、3つの要素がありますよという話から始めました。ね、3つの要素っていうのは、ウイルスのね、特性、症状がどんなもんかというところですね。ウイルスの情報。それから、あれの効果、メリットの情報ですね。あれのいい面。そして、最後に、あれの、リスクですね。まあ、この3つがありますよということをお話しして、じゃあこの3つの要素をですね、どういう順番で、どういう優先順位で考えていけばいいと思いますか？ね、一番重要なのはどれですか？2番目はどれですか？最後でいいのはどれですか？まあ、そんなことをですね、一緒に考えてみたりしました。ちなみにこれですね、ダディの学び屋のダディさんの過去の動画で、まさにこういう例題がありまして、で、ダディさんの許可を得てですね、この例題を使わせていただきました。この3つをですね、どう考えたらいいか、どういう優先順位で考えたらいいのか、関心ある方はですね、動画説明欄に
ダディさんの動画のリンクを貼っておきますので、見ていただければと思います。で、講演の内容としてはですね、その3つの、判断基準について、それぞれですね、厚生労働省がどんな発表をしているのかということをお伝えしました、ね、ウイルスの特性をね、症状などを厚生労働省はどういうふうに伝えているの、ね、あれの効果メリットって厚生労働省はどんなふうに国民に伝えているの、そしてあれのリスク、これは厚生労働省がどんなことを国民に伝えているのっていうことを、厚生労働省のね、ホームページにある情報をもとに、一時情報をもとにですね、皆さんと一緒に考えるというような内容でございました。で、僕の講演がね、1時間ちょっとあった後にですね、その後各テーブルごとに5、6人ぐらいで、接種をどう考えたらいいんだろうかとかね、僕の講演の感想など意見交換する時間がね、ありまして、で、僕もその各テーブル回りながらね、皆さんの意見を聞いていると、接種した人もね、当然いらしていたのでね、そういった方にとってはね、全然知らなかった情報ですとか、あるいは3回目打とうと思っていたけれどもね、もうちょっと自分で調べてみないといけないなと思いましたとか、そういう意見が聞かれました。もう接種された方もね、いらっしゃるっていうのは、講演前から聞いていたんで、そういった方にね、考えるきっかけを作るのがね、僕の役目かなというふうに認識していましたので、そういう意味で一定の役目はね、果たせたんではないかなと思っております。そしてね、ママエンジェルスアワー、いいチームですね。もう、純粋に、ね、伝えたい、知ってほしい、もうそういう気持ちで動いているってのはね、ひしひしと伝わってきました。で、そこの部分は僕も、強く同じ思いを持つ人間なので、ご一緒できたことがね、心地よかったですよ。というかもう、心地いいところがね、もうずっと僕感動してました。僕が見てきた、私利私欲とかね、保身とか、もう世間体がね、どうかとかさ、ね、そういったもんじゃなくて、もう伝えたい、知ってほしいという思いでね、構成されたチーム、素敵でした。でね、公演終わった後、警備員さんにまでね、こういうことが起きてんですよって、知ってくださいねって、ビラを渡してるね、メンバーもいてね、警備員さんまでね、渡す、その溢れる思い、行動力にね、感動しましたよ。こういう活動って、もうなんせ少数派なんで、もう伝えたいことがね、もうなかなか伝わらない、そんなことばかりで、心が折れそうになることばっかだと思うんですけどね。そんな中で、おこがましいんですけれども、僕が言ってね、少しは勇気を与えることができればいいななんてね、おこがましいけれども、ね、元気を注入できればいいなっていう思いもね、あったんですけど、もうなんてことはなくてね、もう十分元気でね、もうエネルギーをいただいたのはね、僕の方でした。で、この徳島でいただいた、ね、皆さんの思い、エネルギーをね、僕は自分でね、自分の中で止めないで、また次のね、活動にね、生かしていきたい。皆さんに渡していきたいと思います。で、そこでここから、僕が関わる講演会の予定などをご紹介したいと思いますが、2月の13日、東京都町田市で、これは藤江の講演会と意見交換会ということで、事前申し込み不要、参加費無料でございます。そして、会場費など藤江持ちで、これはやらさせていただいております。で、2月19日は、千葉県の八千代市で、大阪市立大学名誉教授、井上雅也先生にお越しいただきまして、講演会。で、事前申し込みは、不要ですね。で、参加費は、2000円となっております。で、2月の23日は、もう僕の集大成ですね。僕の地元、生まれ育って今住んでいる千葉県勝浦市で、井上先生をやはりお招きしまして、こちらは僕もですね、井上先生ともう掛け合うような感じで、皆さんに分かりやすく、いろんなメッセージがお伝えできればと思っております。こちらだけですね、事前の申し込みが必要になっております。動画説明欄に申し込みサイトのリンクを貼っておきますね。あと、こちらはね、ライブ配信も行います。で、ライブ配信を行う YouTube チャンネルが、
ね、できましたので、その YouTube チャンネルのリンクを貼っておきますので、今のうちにチャンネル登録をしていただければと思います。で、これもですね、僕はもうこの活動の集大成のイベントにしたいと、2月23日地元でと思っておりますんで、もういわゆる一般層の方にもですね、井上先生や僕のことを知らない人にも気軽に来ていただきたいので、参加費無料でこちらも行います。もう会場の費用などね、あとチラシ作ったり新聞折り込みなんかもしたんですけどもね、これもう全部自分で出してやっております。で、こういった藤江の活動にねご支援いただける方がね、もしいらっしゃったらなんですけどもね、こちらの動画を見ていただければと思います。で、まあ、簡単に言うとですね、支援金をね、銀行振込であったり、あるいはこのチャンネルのメンバーシップになるということでね、ご支援してもしいただければということでご案内しております。で、こちらの動画を公開してからね、もうびっくりするような多くの方に、そして思いのこもったね金額をね、あるいはメンバーシップになっていただいたり、すごいご支援をいただきました。もう心から感謝しております。もうずっと1月2月が勝負だって言ってきたんですけど、で2月でね、でこれで燃え尽きるつもりでいたんですけど、なんかもうそうも言ってられないなというね、もう3月であろうが4月であろうがというね気持ちになってきました。ご支援くださってる方ありがとうございます。そしてね、いつも見てくださってる方、いいねしてくださってる方、そしてコメントくださる方、本当に皆さんのおかげで一人じゃないんだってね、胸を張って全力で活動ができています。ありがとうございます。あと1点ですね、徳島で面白いアイデアをいただいたんでシェアさせてください。2月23日の井上先生との講演会、これライブ配信するんですけど、サテライト会場を作ってもねいいですかという、徳島でそういうご意見がありました。ね、もちろんそれ大歓迎だしね、僕その考え持ってなかったんですごくいいなと思って、まあ徳島でそれやるかまだねどうかわからないんですけどね、それちょっとね面白そうだなと思ってシェアなんですけれども、要は知り合いとか、まあ、誰かとね一緒に見るということですよね。まあ家に呼んでもいいかもしれないし、あるいは、会議室などをね借りて、ちょっとねいろいろ呼びかけて、一緒に見ることもねいいかもしれません。まあそうするとね、新しい出会いもねあるかもしれませんね。井上先生の講演一緒に見ませんかとかで呼びかけて、ネットとかで呼びかけて、そこに集まる人ってねきっと皆さんとね考えが近い方だと思うから、まあ、そういう機会にしてもらってもいいのかなと思いまして、いいアイディアだなと思いましたのでシェアさせていただきます。ただね、心配なのが、まずね電波の状況次第でね、必ずしもねこうスムーズに動画がね再生できない場面もあるかもしれないということや、あと井上先生なんでね、ライブ配信中にね、もしかしたら…これ皆さんご存知だったら教えてほしいんですけどね、ライブ配信中にね、YouTube がみたいなことってあるんですか？どうなんですかね。もしご存知の方いらっしゃったらね教えてほしいんですけれどもね、まあそういうことでね申し訳ありませんけど、まあいろいろリスクもあると、ライブ配信がね、スムーズにできるが、あるいはね途中でということもねあるかもしれないということで、まあその上でご検討していただければいいかなと思います。ではですね、この後徳島県の公演のシーンを流しますけれども、 YouTube でご覧の方はここで終わりになります。続きの方はニコニコ動画で見ていただければと思います。それでは一旦ごきげんよう。体に気をつけて、また会いましょう。